こんにちは、飼い主です。今回はエメオさんの赤斑病の闘病記録です。エメオさんの治療を本格的に開始したのが今年の2月でしたが、使ったお薬はカンパラディに始まり、治療の経過を見ながらインターバルを置きつつ、グリーン F ゴールド下流、そして塩水浴と適度な換水をしながら様子を見ていましたが、回復する様子はありませんでした。体表に血管が数本浮き出ていて、肛門も赤くなっており、運動するたびに息切れするような様子が続いていました。食欲はありましたが、徐々に食欲もなくなってきたので、まだ体力が残っているうちにお薬をエルバージュエースに切り替えて治療を試みましたが、回復することはありませんでした。薬欲が明けてまた食欲が少し戻ったかと思いましたが、4月28日午前3時ごろ息を引き取りました。治療を開始して3ヶ月後のことでした。徐々にうまく泳げなくなり、ヒーターの上に登れなくなりました。最後の3日間は少しの移動でもかなり息が上がっている様子で、むせるような仕草も増えました。最後の日は低い石の上にも上がれなくなり、ひっくり返って体勢を立て直すこともできなくなりました。泣きながらひっくり返るたびにエメオの体勢を立て直してあげました。普段は水槽の奥から遠巻きに私をじっと見つめているような子でしたが、亡くなる夜は私の方に泳いできてくれて、じっとそばにいてくれたので、水槽の前でずっとエメオと一緒に時間を過ごしました。エメオに届いたかは分かりませんが、いろんな感謝の気持ちを伝えることができました。午前2時を過ぎてさすがに眠気もあり、翌日も仕事だったので、エメオの水槽を眺めながらベッドに入りました。午前5時にふと目が覗めて水槽を覗くと、水草の陰に隠れてひっくり返って息を引き取っていました。大好きだったエメオの目やプリッとした唇やふわふわのヒレが動かなくなっているのがとても悲しくて、涙が止まりませんでした。私がもっと賢い飼い主だったら、この子はもっと生きることができたかもしれない。私がもっとこうしてあげていたらと思うと、今でも涙が止まりません。エメオとの生活を通じて水質管理についてたくさん学びを得たので、せめてそれを他のフグたちの生活に反映していきたいと今は思っています。そしてエメオが亡くなった日はちょうど燃えるゴミの日でしたが、毎日ご飯をあげて、一番私の仕事デスクに近い場所に水槽があったこともあり、在宅ワーク中もいつもちらちら目があって癒してくれていたエメオの亡骸をゴミと一緒に出すことがどうしてもできず、今回はプランター層をすることにしました。日本の生態系に影響を与えず、生活のそばでエメオが土に帰り、お花を咲かせて、いつまでもエメオが存在していたことを思い出せたらいいなと思っています。我が家に来る前からアクアショップの水槽でいじめられて真っ黒で、ちょっと生物としては弱かったので、我が家に来てからも体調面については目が離せませんでした。そのため治療を始めてからは毎日帰宅して、一番にどの水槽よりも早く体調観察をしたり、ちらちらと目を配っていたので、家にいるとエメオの水槽に目をやる癖がついており、今は空っぽになった水槽に目をやるたびに、
心にぽっかり穴が開いてしまったような気持ちです。私はもともと体温がある生き物は亡くなった時冷たくカチカチになってしまうのがあまりにもかわいそうなので耐えられず飼うことを避けてきました。これは他の人に話すと結構惹かれるのですが、フグを可愛がるがあまり死んだ時どうしようと死んでもいないのにお別れの日を想像して涙を流すこともありました。しかし魚は鮮魚コーナーで死んでいる状態もよく目にしており、自分も食べているので哀願して弔うことも他の生き物よりも受け入れやすいという感覚があり、最後まで責任を持つ自信があったので私は熱帯魚を可愛がっています。しかし魚の中でもフグは私にとってとても特別な生き物なので、やはりお別れが現実となるととても寂しいです。まだ心の整理に時間がかかりそうです。エメオの Vlog に関してはあと2本動画を更新して幕引きとしたいと思っています。最後までお付き合いいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。